ゴールが目の前なのにクリアできないコース。さあ、なんかゴールが目の前なのにクリアができないコース、これ乗ってけってこと？いや、それはちょっときつすぎ。なんかスターが来た。スターがあればいけるの？ん？スタがあるよ。わかんねえ。とりあえずスタって上行きましょうか。なるほど、ここにトゲがあるからスター取って、あー、それでいけるってこと？ん？じゃあ、ツタ出して、ここでちょっと待っといて、残り5秒ぐらいの地点でスター降ってくるから、これ取って、上乗って、あ、めちゃくちゃ簡単なコースだったわ。はい、どうもこんにちは、とのまるでございます。というわけで本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけでこちらコメントでコースリクエストをいただきました。とのまるゲームズ登録者数5万人記念コース。いや、ありがとうございます。ほんとね、先日5万人達成させていただきまして、とのまるゲームズさん、ご敬任おめでとう、おっと？合計は5000人じゃないっけ？あれ、K って1000人のはずだけど。まあまあいいか、とりあえずおめでとうございます。このコースは予想外ですので気をつけてください。これからも登録者数増やしていってください。ありがとうございます。1.22%。いやー、ありがたいお話でございますね。先日ね、ついに5万人、まあちょっと4万から5万までなかなか長い道のりではありましたけれども、まあ無事ね、ちょっと5万人達成させていただけて、非常に、よかったなと、いう思いで今いますね。はい、というわけで次ね、6万人また長い道のりになるかもしれないですけれども、まあちょっと頑張ってね、まあ地道にね、日々毎日ね、動画を出し続けて、まあいつかね達成できたらいいななんていう。まあでも活動始めた当初はそんな何万人なんて行くとは思ってなかったんでね、まあこんな5万人ありがとうございますなんていうトークができること自体がもうすごくありがたいなという気持ちではいますけれども、これ大丈夫か、これ爆風に巻き込まれそうだね。ここで耐えるのがなかなか辛くないかって、こいつとかを持ってさ、一回この辺のやつ倒しとこうか。で、壁が開いて、いや、こんなことやってる時間ないのかなっていう感じもするけど、でもワンチャン表面帰れるなら、これでゴールの可能、ん？なんだ？なんか書いてあるけど、あ、5万人って多分書いてくれてる。うわ、間に合わねえ。ここなんだよね、問題が。多分ここ低めにこう、滑り込んじゃって、こっちに抜けちゃってきたらいいんじゃないか。で、ここら辺に逃げといて、あー、なるほどな。オッケーオッケー。で、ここにこう逃げて、ここが意外と安全だから、これでどうかなっていう感じはしますけど、3秒、2秒。いやー、でも2秒ではやっぱり間に合ってないのかな。時間制限がかなりエグいですけど、いや、ギリギリ間に合ったんじゃないかなと思いました。というわけで、コースリクエストありがとうございました。本日も、マリオメーカー2、やってまいりましょう。Pスイッチをくぐり抜け、Pスイッチ禁止コース、だいぶ難しくしちゃったので、マリメ初心者の人は注意です。101分の0。さあ、というわけで、まあ、100分の0ぐらいの感じでクリア者が出ておりません。やってまいりましょう。まあ、初心者の方はね、注意してくださいと書いてありましたけど、まあ、自分さすがに初心者ではないんでね、まあ、しっかりとクリアをしていきたいところでは、ありますけど、緊張感が確かにすごいね、このコース。ここからこう抜けちゃってこうだわ。えぐい。えぐいですけれども、なんとかはなっている。オッケー。こっからでも、いや、これ結構きついよ。これ多分しゃがんでたら当たんないから、しゃがんで、むずいな、それでも。オッケー、やっとここ抜けれた。だいぶ難しいよ。まだ全然続くんじゃない。いや、マジか。その初見殺し勘弁だな。オッケー、久々に来れましたよ。で、もう左に一回逃げようか、思いっきり。これ大丈夫なん？これ。大丈夫じゃないね。じゃあ、右に逃げて、この隙間に行ってからこうっていうことでしょうね。これ多分しゃがんでたら大丈夫。ワンチャン表面帰れるってことはゴールか。いや、また初見殺しの可能性もあるけど、土管からならちょっと猶予があるから反応できるんじゃないか。オッケー。マジか？本当か？あ、本当だ。スクロールがここで止まったってことは、ここがゴールで信じてよかった。THEX。ここ通るだけ、マリオはどこかに落ちたそうです。0.2%。さあ、何をやるコースなんでしょうか。0.2%。これは下に落ちて、なんかがある感じ。土管に入れましたね。じゃあ、ん？なんだ？普通にスピランってことか。なんか土管の中が普通にスピランになってますよみたいなこと？なんかのギミックを解いていくコースかと思いきや、普通にスピランだったというお話のようでめっちゃむずいな。オッケー、今んところは悪くない。ここで早めに飛んどかないといけねえよっていう。まあ、とにかくこの黄色いマークの位置で、フルジャンをしていけばなんとかなんのかな。一瞬使えたよ、一瞬使えただけでも。ダメかなと思いきや、いや、ギリギリ生きている。生き残っているよ。何かがいる。どれか開けたらいいのかな？多分5個全部開ける必要はないと思いますね。1個開けといたらいいんじゃないか。これは上は抜けちゃえるんじゃないか。まあ、多分トゲ、ここ怖いけども多分抜けれる。
ね、これ真ん中を開けといた方がいいですね、多分ね。あの真ん中ならば多分最後の隙間も抜けられると思いますんで、多分この真ん中位置を常に上下走っといたら、ほらここも大丈夫でしょ、真ん中行けるでしょっていう話なので、大丈夫か、やっぱほら真ん中開けとかないと無理なんですかそれは。とりあえず全部出してきました。で、この辺まで行って一回つららを誘って落としてから行った方がいいんじゃないかなと。なるほどね、こっちとかも来ちゃう。まあまあこの間に行けば大丈夫でしょ。また真ん中来るんじゃないか、大丈夫かな。つららはしばらくは安全なのかな。さあ、オッケーオッケー、ファイヤーバーをしっかりと避けながら、まあ今全然上行けたな。大砲はまあ大丈夫でしょ、やられないでしょ。つららがまた来てるな、これ。ちょっと待って、アップだ、アップだ。ちょっと待って、今やられたかと思った、今。あ、これ左来た、ミスったか。いや、間に合うか。オッケー、ギリギリ間に合っていく。中盤からがスピランじゃなかったっすね。序盤がスピランでしたけど、土管入ってきたあたりからが。これここの土管入るでよろしい。オッケー、土管入れましたんで、まあ多分これで表面帰ってきて、オッケー、ゴールと。5年生の作ったスピードラン259分の0。さあ、小学5年生が作ったスピランということで、まあなかなかにクリア率は低いというか、まあクリア者が出てないですけれども、これ両方叩かないとダメだね。ちょっとやり直すわ。しっかりここでこう飛んで、こう飛んで三段ジャンプで上に行きましょうね。でこっちに行けばよろしいのかな。鍵は必要ないようでした。なんか結構難しいね、という印象ではありますけれども。さあ、これでこっち行きまして、キノコを取ってヒップドロップ、バネビヨンからの ここはなんか叩いた方がよろしい感じですね。オッケーオッケー、ダメージを食らいながら進んで、ここ多分2発食らうで大丈夫でしょうと思いますね。でここ3段ジャンプですね。でさあ、これで1回裏面に入っていきまして、ゴール条件がヨッシーに乗ったままゴールということ。ん、これはダメージ食らうの確定で、Z で走っていけばだい、ここもこうぶつける、違うな、ここからこう3段ジャンプだわ。オッケー、なかなかに対応できてますよ今のところは。なかなか難しい、タイミングが噛み合ってなかったね今。今のでダメージ食らう、いやでもどうせチビになるならこれでいいのか結局。じゃあこれで良かったっぽいですね。あれ、あの音符抜けがデカ状態だったらできないはずなんで、まあ意外とこれで進み方合ってたという。ちょっとヨッシー帰ってきて、オッケー、合流可能。多分このヨッシーに乗ったままで進んでいけばいけるっていう話なのかなとは思うんですけれども、いやどっかでこのヨッシーとも別れる時が来るかもしれないですけど、まあまあとりん、ちょっと待って、これなんだこれヨッシーのまま、いやいけるか、ヨッシーのままで、ヨッシーのままで無敵だったらこうやって踏んでいけるか。よかった。違うな、ここは届くこれ。あ、オッケー、ギリギリ届いた。まあとりあえずこの土管に材入っていけばいいんじゃないかなと思いますね。ヨッシー大丈夫か、ヨッシーとの再合流。これパウはそんでどこで使うんって話よね。ちょっと進み方がよくわからなくもなってきましたが、多分ここからこう上に、あー、ここでパウ使うのか。いや別にパウ使う必要ないな。パウは何なんだ、じゃあこのパウはっていう。これでなんか平和的なゾーンに来ましたよと。これで一体何がどうなっていくのかというお話で、これで今自分にできることは特にない状態で、ただただ砲台に挟まれて右に進んでいって、ここで使うんかい。でここで挟まらんように飛んどきましょうねっていう。なるほど